皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの池上です。今回は座ったままできるトレーニングをご紹介していきます。ではまず椅子に少し浅めに腰掛けていただいて、椅子の後ろをしっかりと手で掴んでください。この状態で上体を胸を張りながら足を上下に持ち上げていきます。はい、じゃあこれを8回一緒にやっていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、以上です。それでは次に足を上げていただいてキープする、これも8秒間行っていきましょう。それではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、以上です。それでは最後にストレッチいきましょう。上体をひねるようにして椅子の背もたれを掴んでいただいて、このまま8秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、それでは反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、終了です。いかがでしたでしょうか。今のトレーニングを仕事の合間などにやっていただくと、とてもリラックス効果もあって脳の生産性もアップして効果的です。ではシェイプアップ TV のチャンネル登録よろしくお願いいたします。